大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト、青木おささんのコラムです。はいはい えと何をコラムにしようかなと思って悩んだんですけど今日ねピックアップでちょっと触れられなかったので重要な問題なのでちょっとしつこいって言われるかもしれないですけども毎日新聞の小倉隆さん僕は本当に尊敬する新聞記者なんですけれどもが書かれていた日米の世襲比較僕も知らなかったんですけど先ほど鈴木さん紹介してくださったように共和党の今、盛り上がってきたというかアメリカの大統領選をめぐる共和党の候補を見ても親に政治家を持つ子は一人もいないと。まあそうだよねとで 先ほど鈴木さんが紹介されたようにこのままいくと日本の世襲で活力を失うんじゃないかとそれは国民の不幸だということに続けて小倉さん、こう書かれてるんですね親の姿を見てその職を継ぎたいと思う気持ちはわかると憲法は職業選択の自由も保障をしていると。 ただそれならせめて別の選挙区や政党から立候補してほしいと、うんまあ、アメリカはしてるわけですからね、うんうん、でその程度の気概なくして世界の指導者とは当たり合えるはずもないではないかと、うん、こういうふうに小倉さん書かれていて、うん、全くその通りだなと思うんですね、うんで。これはこの番組でも僕言いましたしあちこちでちょっと喋ってきたんですけれども、まあ、さっきの G7 の例えを出してまあ今回 G7 サミットで広島に集ったリーダーのうち、うんうん、世襲は。 岸田ささんんとカナダのトルドーさんだけこれも喋ってきましたけれども、この失われた30年、うん、日本の首相の6割が世襲と、うんでまあ、民主党政権は鳩山さん、菅さん、野田さんということだから、鳩山さん接襲ですけれども、だから民主党政権だと、世襲率は3割3分ということになるんですか、うん、まあそれも高いっちゃ高いんだけれども、うんはい、これ、だから自民党の、民主党はまだその3割なんだけど、うん、まあ自民党になると、この失わ,れ失われた30年で、うんうん 接種率ってのは実に八割と、うん、でこれも僕喋ってきましたけれども、そのまあ小倉さんも書かれていますけれども、うん、別に接種が全員悪いとはもちろん言わないんですけれども、うん、でも接種ってやっぱり究極の既得権益者なので、うん、親から継いだ地盤看板その地盤、うん、私ね増税、うん、あの政治団体にすればさ増税払わなくていいじゃん、うん、あれ直してほしいよ。そうだね、それも大きいよね、うん、だから。 やっぱりその地盤看板、カバンを継いでくるでそれて、さらに今度はね木田さんの場合は、それをさらに息子に継ごうとしているというのを見ると、やっぱりその根本的に自分の権力基盤、支持基盤みたいなものを突き崩すような改革というのは、もちろん全員がそうとは言わないけれども、やっぱりできないですよね、それがいつも大竹さんもご指摘されるような、この国の30年、つまりなんかこう沈没する船の中で座席争いするような。 まあ要するにその貧しい人に幸せを与えて、全然イノベーションも起きないし、同時にその経済成長もしないっていうものの大きな理由になってるってことも、僕は決してこれ、世襲政治の蔓延っていうものとは無縁じゃないと思うんですね世界から一回りも二回りも遅れていく、この経済の問題に関しても、もしかしたら、この世襲の政治や既得権益の塊みたいなものがあちこちにはびこってる。 性は大きいいんじゃないかなか、ね、僕、政治記者じゃないので全員の,その世襲政治家について取材しているわけじゃないんですけれども、うん、実はあのああのご存知かもしれませんけど、うん、僕、安倍三代という本を、ね、昔、ルポを取材して。 まああのえー、と安倍さんが尊敬されてたらしい岸信介さんじゃ,んじゃなくて、うん、父方の安倍寛さんと、うん、お父さんの慎太郎さんと、うん、安倍晋三さんの3代のね、うん、その人間というか素顔っていうのを取材するルポを何年か前に出して、うん、今、うん、あの文庫になってますけれども、うん、その取材した時に。 別に僕は安倍政権に対してはものすごく僕は批判的ですけれども、うん、でも安倍晋三さんっていう人ね取材してみると決して悪い人じゃないですよね友達とか同級生とかその恩師とか会社の同僚とかに聞きましたけど、うん、彼のことを悪く言う人はいない、うん、悪く言う人はいないんですよね、うん、ただそのね、一言言えるのは安倍さんって安倍晋三さんって安倍家に生まれてなかったら、うん、間違いなくですよ、うん、間違いなく政治家になっていないですよ。 なな、うん、なってないいいそういう人じゃないんですよね、うん、ところが、まあ、彼はやっぱりお父さんの,その姿を見てってことだけじゃないんだけれどもお父さんの後誰かが継がなくちゃいけない、うん、で実は安倍さん新藤さんでにあの次男なんですけれども、うん、ご長男の方がまあ、うん 視聴者マンなんですけれども、うん、その人は俺は政治家に向いてないって言ったから、うん、俺が尽くしがないなと思っていて継がれたわけなんですよね、うん、で別にそれ自体が別に悪いわけではないんだけれども、うん、でもやっぱりそういう形で親が政治家だから政治家になってるわけですよだから、うん、その政界入りするまでに僕はいろんな人何十人に話聞いたけど、うん、まあ安倍さんと違っ,ってか言えば右派的な政治家でしたけれども、うんはい 正解を得るまするまでに安倍さんの口から政治的な話を聞いたことのある人一人もいなかったですよ。一、うん、人もいなかった。うん、だからまあ安倍さんは政界に入ってからああいうスタンスをまあ得たと思ったのか、うん、自分がインキュベートしていた信念だったのか知らないけれども、うん、スタンスを示したんだけれども、うん、でも少なくとも安倍さんは政治家にあの家に生まれてなかったらなっていないっていうことは事実なんですね。うんうん、で、実はあの安倍昭恵さんにも僕インタビューをしたんですよ。は、うん、で、はいうん 安倍昭恵さんってもねご存知の通り森永製菓の非常にその娘さんで、うん、まあお嬢様ですけれども、うん、その安倍昭恵さんに僕結構ね直筆な質問をぶつけたんですね、うん、そのなぜ安倍晋三さんはその政治家になりでしかもお父さんもその果たせなかった出生の座にまで上り詰めることができたのかっていう話を昭恵さんに聞いたら昭、うん、恵さんはね、うんえー、天命だとかね、うん、天の計りだ。 あるいいいは見えないものの力だっていうふうにおっしゃっててうん、うふにおしゃ明恵さんらしいスピリチュアルっていうかねなんともその世襲政治ってものを彼女なりに評価するとそういうことになるのかなと思ったんだけれども一方でね明恵さんこうかなり率直に僕のインタビューにこう答えてるんですね。うん、正確に言いますけれども、うんうん 私たちも世襲議員として票をいただいているので軽,み軽はずみなことは言えないのですけれども、うん、今の仕組みでは普通の人が政治家になりたいと思っても簡単にはなれません、うん、もう少し志のある人が政治家になりやすい仕組みを作るべきだと思ってますと、はあうん、この点に関しては明、うん、けさのおっしゃる通りる、ね、でしかも、うん、まあちょっと皮肉かもしれないけれども、うん 安倍晋三さんっていう政治家元首相をどう評価するかすごく熱烈に支持される方もいるでしょうし、うん、僕のように批判的に見る人もいるけれども、うん、でもその橋なくも昭恵さんがその、うん、なんていうかなこう漏らしたって言えると思うんですけれどもともとやっぱりその、うん、だから昭恵さんおっしゃるようにもう少し志のある人がつまり、うん 今の社会の問題点とかこうしたいとかマイノリティのこういうところをこうしたいとかあるいはマイノリティじゃなくても今の日本こうもこ,こがまずいんじゃないのと思っているような人がやっぱりその政治っていう世界を目指すあるいは政治をこう担うっていうようなやっぱりその社会にしないとやっぱりこのアメリカでねまさにこの小倉さんがおっしゃっているように。 そのこう能力とか意欲のあるものに等しく開かれた政治でなければまさに活力を失う、うん、あるいはそれはまあ国民の不幸でもある、うん、っていうのは本当にその通りで。 やっぱりそのただ、憲法で、ね、その職業選択の自由っていうのがうたわれているので、うん、政治家になるなというのは多分難しいと思うんですけれども,、はい、でもせめて同じ選挙区からは立たせないとか、ねうんうん、あるいはその室井がさっき言ったみたいに相続の問題とかで、ね。い この国ですごい金持ちでもきちんとそ贈与税を払ってると34代すると減らたくなる感じなのよねうん、うん、でもあれひどいと思うよ贈与税払わなくていいっていうのは一般の志がある人を受けられないっていうのはさうん、うん、すごく大きく関係してると思うよだから本当にね、うん、この世襲政治の蔓延っていうのは。うんうんあと雲 変えればいいよね。そうそう、もちろんですよ。だからせ、せ、うん、あの選挙区を変えるとか、うん、この世襲政治の蔓延っていうのをどうするかっていうのは。うん、ひょっとすると今、今政治がね、本当は一番取り組まなくちゃいけないというか優先課題のうちの一つなんじゃないかなと思います。そうで、ん、す、うんうん、ね。はい、ありがとうございました。うん、青木ょさんでした。うん、来週月曜日のこの時間は、経済アナリストの森永卓郎さんご登場です。大竹の、もっと言いたい放題でした。